ましては UCI プロコンチネンタルチームです。こちらは1チームの出場となります。ご紹介いたしましょう。チャンピオンシステムプロサイクリングチームです。 From China チャンピオンシステムプロサイクリングチーム Ladies and gentlemen, please welcome。 Here we go。話しました。さあ、こちらはジャパンカップ初登場になりますね。そうですね、初登場になりますけれども、あのツアブジャパンでね、あの来日したチームでもあるっていう意味では、はい、まあ、西園くんがいますし、そうです ね、すごく馴染みがあるチームになりましたよね。はい、今中央にいらっしゃったのが西園亮太選手、そしてチャド・バイヤー選手、マット・ブラマイヤー選手、マティアス・フリードマン選手、クレイグ・ルイス選手にご登場いただいています。それではエドワード・ベアモン監督に注目をしてほしい選手、ご推薦いただきたいと思います。Well, I think we'd all like to focus on Ryota. It's a home race for him, and he is a big focus for us this week. So he's got good form right now, and I know he wants to perform well in front of his countrymen, so I think you should keep an eye on Ryota.皆さんぜひ亮太さんに、亮太選手に注目してください。ホームレースですし、もう私たちにとっても本当に応援、チームとしても応援したい選手ですし、今はとてもフォームがいいし、また自分の国でのレースということなので、皆さんぜひ応援してください。はい、ということで今日こちらのチャンピオンシステムプロサイクリングチームに参加いたしました西園亮太選手、お話を聞いていきたいと思います。さあ、西園選手、今監督からも亮太に注目をしてほしいというコメントがありましたけれども、今状況はいかがですか？かなり調子はいいのかどうか。そうですね、トレーニングから調子はいいのは分かってたんで、はい、北京にすごい気合を入れて臨んで途中は良かったんですけど、ちょっと熱を出しちゃったんで、山頂ゴールの日に熱を出すっていう法則が結構あって、去年のツアブジャパンでもはい、みんなお前山頂ゴールで考えすぎて知恵熱じゃねえかってみんな言われるんですけど、じゃないとは思います。それくらい上りの頂上ゴールの時には熱出しちゃったりすることがある。そうですね、気合が入りすぎるのかもしれない。ちなみに今日熱は測りましたか？熱は完全に治ってるんで。あ、大丈夫なんで、ね、明日熱出したらまたかよっていうことにしたいと思いますが、まあ、じゃあ今の段階としては調子は非常に良いと。そうですね、はい、しっかり準備できたと思います。はい、ここぞというところで熱を出してしまうというお話もありましたけれども、昨年はタイムトライアルチャンピオン、はい、全日本チャンピオンに輝いています。今年は、カルコも2位ということでしたけれども、そしてツアーオブジャパンでも、個人総合6位、日本人最高位を残しています。また今回このチャンピオンシステムに移籍をして、さまざまなレース経験されたと思います。ご自分でなんかこう成長したな、変わったなと思うところってありますか？そうですね、やっぱりプロコンチネンタルクラスじゃないと出れないレースっていうのにすごく出ることができて、まあ、イタリアだったりベルギーだったりの本格的なレースに参加して、ものすごく、それをフィニッシュしたっていうことが自分への自信にもなりましたし、すごい経験になりました。まあ、素晴らしい経験だということですが、まあ、今亮太に注目というコメントがあったように、どうでしょう、このチームであさってのレースはやはり西園選手がエースとして走ることになるんでしょうか？まあ、誰でも行ける布陣ではあって、まあ、上りを乗り越えられる人しか今いないので、はい、まあ、僕だけじゃなくても持ち駒はたくさんあると思います。ということで、誰でも行ける実力があると、まあ、今回の前列にいらっしゃるのが、これはアイルランドのチャンピオンジャージになりますか、はい、ね、マット・ブラマイヤー選手、アイルランドのチャンピオンを4連覇しているということです。素晴らしいですね。素晴らしいですよね。4連覇なかなかできないですね。またチャド・バイヤー選手はジロネイタリアにも出場経験がありますし、ツール・ド・ロマンティ2010年にはポイント賞も獲得されています。またクレイグ・ルイス選手もジロネイタリアに出場されていると、
今年ツールドクマノにも出場されたということで日本へのもう慣れといいますかね、時間もあるのではないかと。そうですね。どうでしょう、今中さんから何かお話を聞きたい選手っていらっしゃいますか。はい、そうですね、まあ、やっぱりあのアイルランドチャンピオン、ね、4回連続、4年連続のチャンピオン、日本に来たことはありますかね。このコースの印象を聞いてもらえますか。そうですね、コースの印象を聞いてください。And we had a little look at the course today and did a few laps with Rion to show us about, and it's pretty tough, but one which we think is a good course for Ryota, so yeah, we're all looking forward to helping Ryota on Sunday, hopefully to a good result. 今日行ってきました。あの、まあ、西園選手や他のメンバーと行ってきたんですけど、非常にタフなコースだと思います。 でも非常にいいコースだと思いますので、まあ、お互い協力し合って明日楽しみにしています。はい、ありがとうございます、はい、おそらくあの PT チャンピオンということもあり、明日のクリテリウムでも順位を狙ってくるのではないでしょうか。ぜひ明日、明後日と、はい、まあ、アジアが誇る、チャンピオンシステムプロサイクリングチームとして、全力の走りを見せてください。チャンピオンシステムプロサイクリングチームの皆さんでした。それではここセッションに移りたいと思いますので、中央にお集まりください。ここも穏やかですね。なんかあの今でしょの後になるとね、すごく穏やかな感じがしますよね。あと西園選手が以前よりよく笑っているのが気になります。そうですね、言われてみるとやっぱ海外経験はね、あの笑顔のコミュニケーションが出るんでしょうね。そうですね、あとでやっぱり求められますからね。あのラブというよりスマイルの方ですよ、西園選手。はい、よろしいでしょうか。笑顔の西園選手、皆さん撮れましたか。はい、ありがとうございました。チャンピオンシステムプロサイクリングチームの皆さんでした。アイルランドっていうとね、あのケイリー選手とかね、あのポイント賞をツール・ド・フランスのポイント賞を取ったような選手が生まれてますから、はい、そこのチャンピオンってすごいですよ。期待したいですね、はい。